中村隆の知ってお得なグルメ総合。第3回目はですね、なんと必殺手抜き奏法をお送りいたします。手抜き奏法ですか？どうするんですか？で、あの手抜き奏法というところですけどね、まず左手と右手がまず分かれます。左手と右手分かれます、最初は、右手からいきましょうか。あのストラミング、はい、ストラミングというのがありますから、こう普通にこう演奏します。でその時にですね、あの C のコードいきましょうか。皆さん私もオンもうこれはほとんどの方がハワイアンソングできるかと思います。で、あのウクレレを最初から始められた方はこの音はすごく綺麗な音しますが、ギタリストから来た人はこれは意外と力が入りすぎます。力が入るとすごいきつい音で、こんなの確かにこんなのありますね。こんなのはありますが、一応まあウクレレの癒し系は力を入れる。これはどうやればいいかと、これはね、必殺シュートメ奏法。カナダさん、今日タツコさんか、タツコさん、今日ちゃんと掃除しましたか？はい、お母さんもさせていただきました。でもこの酸、ちょっと汚れてるわよ。これ、ほこりが吹く、こういうやつです、この辺のこういうやつ。あの、いやーな、このイビリ方のやつ、はい、あれのイメージでこう弾きましょう。チャッカ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 、もう、イビってるけど、もしくはあの後期で履いてるようなつもりでこうね、こういう感じで、ちょっとテンポ速くしましょう。時々、うわ、いびられた、いや、そのイメージの時にアクセントをつけます。チャッカチャ、あとすぐ抜きます。はい、チャッカ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 。今あのダウンストラミングでアクセントつけました。今度アップストラミングでアクセントつけます。チャッカ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 、爪の当たるアクセントじゃなくて、あのアップの鼻が当たるアクセントなら優しいチャーンとなれるんですが、この手抜き奏法第一弾がこれなんですよ。で、今日の本題は左手の手抜き奏法、左手、え、こっちをやります、はい、これをやってみたいと思います。題して左手の手抜き奏法はね、あのアルペジオとかそういう時に出てきますからね、押さえない、強く持たない、わかります？強く持たない、はい、仮に制覇いたします、はい、制覇いたします、その時に強く持つと2フレットにしましょうか。2フレット制覇、はい、この時にどんだけの力を入れてるかという話です、ね、これを制覇して少しだけ緩めても音が出ます。その出るところをちょっと覚えていただく。それ以上離すと音が出ない、そのギリギリのところを待つ、はい、でこれをちょっとだけこういきます。押さえっぱなし、これです、これ押さえっぱなし。緩めますね、同じです、音が出てくる。もう少し緩めると音がなくなります。その
緩めたところならホワンというような音がします。指の力この緩めるこの音のテクニック、これですね。でアルペジオを教えます。今とりあえずまあ 2フレット制覇のアルペジオ、このアルペジオ親指です。これずっとやってるとどん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 左手がしんどくなってきます。でそのしんどくならないためにはその弾いたところだけを押さえてる手抜き奏法、これさえちょっとずつずらしていくということは、一番最後のところに来た時はここはもうほとんど鳴っておりません。浮かしてるので、このタンタンタン、これの逆が難しいです。上のお前がロージーハットを言いますが、一番最後に来た時は1弦鳴らなくてもいいんですよ。でこれをまあ B7 とかちょっと難しいアルペジオ、こういう222-3B7、こういう場合逆タンタンタン、こういうやつで、これを覚えるとすごく手が楽になってきます。押さえるとどんどん音がそのミュートされて、両方で押さえるともうウクレレってだんだん音が鳴らなくなって、ホワンとした音を鳴らすにはここで、ということは両方でこれ手を抜く力を抜いておきます。だから両方で上だけじゃなくて両方でふわっとこう抜く、でこれですごくウクレレがいい音が聞こえます。だからこういうこういうとこですね、どこでも聞くと、してる時がちょっと私なんか弾く時にこうちょっとこういうモーションがこう入ってる時は力を抜いております。これをこのままやったらそのままのきつい音ですけど、ならこれだけで綺麗な音がします。ジャーンで、ディミニッシュコード、これは移動する時にジャーン、話で移動すると指が動きません。そうすると押さえっぱなしですからね。だから移動、ちょっとこれ移動、原田さんがいつもやってるバンジョークレル奏法というのが、こうチャンチャカ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 って動かすのがそれです。ちょっとそれでは今日は原田さんの見本を、チャンチャカ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 で、これキレでしょ、チャンチャカチャンチャカチャン、スライドがこういう間に入る、チャンチャランチャラン、はい、これができるときに左手を微妙に浮かせてる、これができるときです。この奏法で左手を浮かせる。でもしもこれが浮かしてなかったらどうなるかというと、では彼女さんは浮かさない方法、でも上手いですね。もうちょっと下手に弾いてほしかったんですよ、はい、番組的にはでは金田さん、もう少し力を入れてるところ、はい、もし、はい、そうです、ね、こうなるんですよ。こんな風に難しいです、これ下手に弾くんだから。日頃もう力を抜くことができてしまった人に力を入れていくんです。だからよく私たちがこう半音でチャンカチャン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 とか、チャンカチャン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 とこういうコードの移動があります。この時に力が抜いてるから移動する。これ力入れたらベニアの音になります。ハワイアンコアをベニアの音で鳴らしているのがよくなりますからね。これがハワイアンコアの音させるにはもっとこう入るですね、はい。ということですけど、すごいですね。わかりました。はい。今日は左手の奏法と右手の奏法ね。はい。今日はもう大丈夫だと編集いたします。
はい、上村先生、じゃあ今日のまとめをどうぞ。はい、今日のね、復習ありますが、はい、抑えすぎたらダメですから、抑えてダメなら弾いてみな。違う。